9月29日の11時から、茨城県の大洗のアクアワールドの横にある県営駐車場にて、ノーキンとアッキーさんとネコライズさんの3組で、ステッカーを配布したいと思います。数に限りがあるので、もらえるのは1人1枚のみとなっており、3組全員のステッカーをもらうなんてことはできないので注意してください。すいません、許してください。何でもしますから。行きまーす。ナビストーラでーす。草ボーボーじゃないです。え？草ボーボー。草ボーボー？うん。死ぬよ。誰？ピカめっちゃ金払うのこれ。金払うやめ。中央に見えますのが、ライダーを殺すために設置された縁石でございます。受けた受けた。またあれでしょ、あいつ笑いとか勝てる。アッキーさん何でも笑うから、何でも何か喋った後にすぐわーって笑うから。ほら笑った笑った。アッキーさんの癖なんだよねこれ。大して面白いこと言ってないのにさ、喋った時になんか笑うんだよね。喋ったら大体笑う。意味が分かんない。あー怖い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 。ポーッ。うわー何これ、怖って。これがヤビ葬儀ですよ。ここはね結構えげつないよ。大丈夫じゃなかったら立ちこけ動画になりますから。あー乗りますね、よかったですね。いやよくない。フォトブロガー鉄板の動画じゃないですか、立ちこけなんて。まあそうやってね、鉄板動画出して再生数稼ごうとしてさ。で、アキさんの場合、こけた時には限って絶対、ま、動画回したいっていうね。あー、滑る滑る。もう本当、車自体じゃ通れないからね、スペース的には。車来たらビビるなぁ。うるせぇ、黙ってろ、ヘダス。今の使った方がいい。使いますよ、もちろん。使っちゃうの？やめて、またアキのコメント欄が荒れちゃう。使いますよ。脳筋嫌いが出ちゃう。大丈夫です。何何の根拠もない。大丈夫です。君の大丈夫ですは全く当てにならないから。一周で面白くしますから。なおさら不安である。またアッキーさんの動画のコメント欄が治安悪くなっちゃうよ。本当かするだろ。本当だよね、ソマリア並みのね、本当に無政府状態だからね、まあ、アッキーのコメント欄。俺が登場するとさ。見たらみんな本当かする。そうそう。待って、カレーやば。戦闘が一番怖いんだよこれ。待ってください。勝手にツーリングついてきといてさ、足手まといになるってさ、って言うとまた俺が叩かれんだよ。もう全員アッキーの味方だからさ。いやそんなことないですよ。そんなことあるんですよ。あー怖いなー、これ怖いなー。ここをね見えねえんだよねマジで。なんだこの壁みたいな。急にこの先すれ違い困難って書いてありましたけど。いや最初からすれ違い困難でしょ。あーでも怖えわ。でもやっぱりあーこれ、あべ、ちょっと滑った。あべ、あー濡れとるよ、やばいよ。やばいよ、やばいよ。お、ほら、広い道路に出ましたよ。そこがやねん。なになになに。なになに。いや、カレハパラダイスだったから。パラダイス。え、来ましたよ、ニューヨークのアート展。ニューヨークのアート展。おー、確かに。テテ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 テ。なんかね、ゼルダね。ゼルダですよ。ちょっと水かけないよ。ああ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 。ちょっとここを倒したらダメかもしれない。ここはちょっとやばい。ここ滑る。クロスロードじゃない。クロスロードか。あ、そうかもしれない。うるせえ。うわ、やめてくれ。アッキーさんと走ると大体猿が出てくるんだよな。猿だよ。猿じゃないよ。あ、ちょっと怖い。あ、やばい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 。危なかった。車いるから。めっちゃ上の方来てる。すごい。びっくりしたよ。これすごいね。そう、夜来たら結構やばいんだよここ。夜景の定番のね、やっぱりデートスポットだからね。結構カップル集まるんだよ夜とか。いや知らないけど。今考えた。やっぱ信用できない。すごいなこの道。関東でも結構やばいとこだよ。だいぶ。いやこれやばいと思う。うん。お尻が痛い。もうケツやばいもんマジで。やばい。やべえ、後ろから来てる。いいですか。いいよ。あ、KTM。 おお。おお、なんかすごい感じ。すごい感じ。え、あ、え、ここ。いきなり？うん、ここ。すごい。待って。ああ。待って待って。ふざけんなよ、本当に。何してんの？一回下がって。下がって。右に回ってる。
なんでまっすぐ来んの。置いてもヤビス峠到着しました。あ、そこにいるのは私的ですよ。ということで3人でヤビス峠を走ってきました。特に裏ヤビスと呼ばれる道は路面が荒い、細い、枯葉が散乱しているなど悪条件が多く、特に初心者ライダーのツーリングにはかなり不向きだと思いました。それでも展望台の景色は綺麗なので一度訪れてみてはどうでしょう。